くのよ、自分が彼女に譲るの。ここで主張してるとこうやって来たの。だからこの手来たんだよね、僕の重心取りに来たんだよね、ここにね。毒の、あの毒っていうのはね、いなくなるんだ。いるからやられたんだとよく言われたのね。お前ここにいるからやられたんだ、やられたんだ。ここにいなきゃ、いなくて彼女いなかったら空中おーってなったんだよね。でそういう風にやりたいわけで、でここにいてこうやってやったらしゃん、必ずだから毒の彼女もこう来てんだから、この線外すの、こうやって、そしてこうやって避けてこうやってやってるわけじゃないの。自分が毒、自分がやりやすいから、あの彼女は他人だからね、別物でしょ。だから彼女はすごい思ってるんだからさ、俺下手したら引っ張り込まれてやられちゃう、やられちゃうんだよね。だから自分の姿勢をちゃんと作って、そして動いてる、そして下を落とした。全然ここなんとかやってないの、どいてんの、自分が積極的に。彼女は置いてくんないから戦いに来てんだから、ね、戦いに来て引っ張り込んでた。戦いで蹴りとかね、くんくらいで、ね、人が毒なんだ、そしてもそういう風にやった方が考え方ね、考え方いなくなるんだ。そしてパッと、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 そういう方がいいかな。 なんか競い合ってこう、これの競争じゃないから、競争は場所、近く、まっすぐ、自分まっすぐ、そして場所、ほら倒れちゃった、そういう風にやりたいわけ。そういう練習なの、稽古方法だから、稽古方法だからね、あのいなくなってまっすぐして、こうやってね、してまっすぐ近く、そこから来るんだよね、見えてんだよね。だから待ってて来るんだよね、ボカってなんか光になったりしたんだよね。だから待たないでこう、わー、場所もあるから、場所、そういう感じね。で今度次の段階としたって次の競技は足、あちこち自由に使いたいわけ、自分の体だからね。と練習だ、試合やってるわけじゃないからね、なる競争してるわけじゃないから、あ足自由なの、こう自由、いろんなとこ行けんの、こうやっていろんなとこ行けんの、まあ、後ろとかいろんなとこ、そのうちの一つとしてこう、こう入ったの、足自由なの、足自由だから来たの、来たの、ここにいたらやられちゃうの、こうやって、だからいなくなって、そして足自由、足自由だから、あ、足そういう目的、足を自由に使いましょうね、足ポカッて、足自由、足こっちこっち、ね、こっち入ったらやられちゃうんだからね、やられちゃうからね、だからやらないように、この手でこう、頭から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 この手で、この手を防いでる感じ、この手でこの手を防いでる感じ、こう来たらこう、下来たらこう、そしてね、そうですね。で次はだから四方投げの稽古じゃなくて、足を自由にする、足腰を自由にする稽古だと思ってやるの、こう自由な、いいよ、こうやってやったって、別にあの四方投げじゃなくたってね、入らなければこうやって入れたから、こうやって入ったの、こうやってこうやって、そういう話で、じゃあそういうつもりでやってください。じゃあやりましょうってことです。自由のためにやってんだからね、あの塩投げのためにやってるじゃないんだから、あのみんな塩投げこうやってこれ下くぐんなきゃやってこうやってくぐるためにやってるわけじゃないんだ、こうやってやったらこう見えてやられちゃうね。だからさ、くぐった方がいいに決まってんの、下から持ってきてないと入れないんだからね。だからそれは自然的になんていうのかな、投げの稽古は下潜ってこうやってやりましょうって言う人いるんだけど、こうやってね相手の手を上げて
そういうとこの隙間があるとこをこうやって入りましょうっていう人いるんだけど、こうやって自由に動くにはこうやってやったら自由じゃないのね、自分がね、こうやって来ちゃってやられちゃったから、だから自由のために資格にまずもらって、それでボンボンってできましたよ。そしたらこの手は嫌だからね、この手気がついてるから、あ、この手来ないところにこういうふうに入ってた、こうそういうふうにやってほしいのね。あんま形どこかとかね、普通のこうね、こうこうこうで足の動きとかこうね、こっちこっち行ってもいいな、こっち行ってもいいな、ね、こっちこっちこう配置してもいいな、こっち来てもいいな、ね、この手やな、この手気がついてる、足とか気がついてる、で自由のためにやってんので、あーやべえこれしちゃうなって言ったらやめたって、こうやめたっていう違う技になる。だから小投げやりましょうって小投げやってんだけど、やばいなと思ったら違う技ってみる、あの小投げやらなきゃいけないわけ、崩れてこうなっちゃってやってる人小投げだから崩れないんだよ、本当はね、こう四角入ってちゃんとまっすぐなの、だからこうやっぱこう、まあいいや、普通こうなってこうあらなポキッてやられたら嫌だから、彼女は曲がってくるでしょ、こう曲がってくるのかだよね、曲がってくる、これ防御反応、防御反応を利用してこうに入ったんです。だから自分で何もしてないの、防御反応、相手の防御反応とかいろいろ利用してそれで技になってる。だから技を覚えちゃダメ、相手の出方によって違うんだから、一つ一つがね、藤井さんとやるときはこうやってるかもしれないけど、元小学生とかじいちゃんばあちゃんとかそういう人によって違ってくるんだよね、あの技はね、そういう話で足動かすしね、あの続きね、今こうに行ったのさ、でパッとしてやるやる、で自由まっすぐ、あこれ入ろうと思うとこうなって曲がっちゃうの、まっすぐだよ、止まる、ずれる、で持ち帰るとこう後ろ取れるよね、今こうなったの今度後ろ取れる、そしたらこのままこう、こう、こう、何もしてないのね、倒れちゃった、こうやってきて持ち帰ったの、そしてこう、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 何もしてないのね、こうって持ち帰った、持ち帰ると楽だから、ほらボカッてできる、ボカッてできるね、ボカッてできるね、パテンプル入ったの、あ、後ろじゃねえや、これ自分のこう来てほら上がってる、そういう感じで、彼女は勝手に倒れちゃった、僕は倒してるんだけど倒そうと思ったらこうなっちゃうの、助けるよと思ったら、でも自然とこうにほら自然と彼女も倒れやすい方向に資格もらって、資格もらって、ポカッてやってよ、で、こう、ね、こう何もしてないんだよね、で、倒れた、そういうのやってほしいわけ、そういうところを見つけてほしいわけ、そういう体の動きをやってほしいわけ、初めから技やってやっつけるためにやってるわけじゃないんだよ、そういうの見つけるための稽古だからね、こう見つけるの、こう見つけるの、見つけるのための稽古、だそういうことをよく理解してでやってください、どうぞ、まあ僕が生き残るのが目的なの、スッて刺されたら終わりなの、だから一瞬たりともやられちゃダメなのね、こうやってこういうの持ってて、彼女はいつも持ってるの、こうやって持ってると思ってるの、それで むやみに持ったらこうやって抜かれて刺されちゃうんだよね、でやられちゃうんだよね、だこ何持ってるか分かんないんだから、あいつってだからこうやってバカみたいに持ってるやつはいないの、だから必ずこの資格、このだからそれ気づくっていうのは練習の一つだからね、あの資格もらったんだけどぼさっとしてたらやりたいの、だから資格もらったらすぐやるの、だから資格もらったらすぐやるの、やばい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 、これ持ち帰られたらやられたの、ね、持ち帰らないようにこうなってるね、こうやってこうやって持ち帰らないようにこうやってで、歯どっちかな、こっちだな、こうやってこうやって歯とかね、そういう風にやった方がいいの、普通はナイフの名人はこうなってナイフ出して刺してこないんだからね、捕まえといてこうやって刺すんだよ、どこからこうやってこう隠しといたらナイフ刺すの、
だから、こなって立ち取りだなんて、あ、立ち取りさんどこですか、こなって、こなって見せないよ、相手に。で、あの、ナイフの場所はね、必ず後から捕まえとって逃げられないように状態をつけて、こう、殺すとか、そういうふうにやってるんだね。だから、そういうことを考えて、こう、撃たれた時も、ね、すぐこう、刺してくるの、こうやって。刺してきたんだけど、やられちゃった。そういうふうにやってほしいのね。そういうことまで考えてなきゃいけないのか。まあ、初心者の人が多いから、なかなか言えないんだけど、まあ、そういう話ね。だから、彼女がこういうの持ってるんだっていう、そういうつもり。ね、こう、抜かれちゃ嫌だから持ってきた。あれ、押さえて、わーって。だから、こうやって。使えないんだから両手も掴んじゃったらこうやって持ち帰ったらあやべえなって持ち帰ってきたからこうやって持ったの刃物もね刃物もだから相手はそういう武器の発射だって言うんだけどそういう話で、まあ、まあまあいろんな冗談してますけどまあそういう話ねじゃあ要は資格入ったらすぐやるね資格入ったらすぐすぐやるそういう話だから資格入ってのんびりしてない資格もらったんだけど、ほら、来るんだから、すぐやる、ね。何が来るか分かんないの。蹴りが来るかもしれない。蹴、ほら、蹴ってきたんだよね。したら、痛みやられたんだから。で、いなくなるの。すぐいなくなって、すぐ落とす。で、こう、ね、刃も使えないように、こうやって出しておくって、そういう話。全然いろんな技が成り立ってんの。で、うまいやろ。こうね、出したら、こっち入ろう。内側に入る。これ難しい。普通はここから当て身入れて、当てこぐって後ろを取って、それからって思ってるんだけど、入るときにやられちゃうの。だからこの線でこう、そしてこういうふうにいつも自分が安定してる状態にしときたいわけ。こうやってやる。もうやられちゃうのね。だから。でこう出してれば来ないのほらそしてこういうふうに入るのそしてブンっていつも近くにいるって話ねこうねこうこう終わっちゃったらやれちゃうんだから、まあ、この線を出してでこうでこうねちょっと難しいけどちょっと近くに戻ったらこの手戻さないっていう一瞬でも戻したら戻した瞬間来ちゃうんだから、だから一瞬でも戻したいのでいつも出してるのこっち彼女は音と状態になってるからこう入るのほらこっち出してるこっちそしてこういうふうに回るとかね近くに入ってるのいつも近くそういう練習ねいろいろ技なんだけど難しいからねじゃあ両手取りでこう、ね、こう抜いてきたのかなあーってなやばいからこれそしたらどうするそしたらまあいいやそしたらあて抜いてきたらバッて持ったのそしたらこうやって抜いてこうやってねこう一挙これ一挙こうやって来てこうやって抜いてこうやってやるときこうやってほらほら十字架の技こうやってねこうやってほら抜いてこうやってこうそして痛いからね痛いからあんまりギュッてやらないでこうやってきたら抜くのそして
すぐにやるの、ここに。じゃあちょっと10時ぐらいにやってみようか。ちょっとダメだ、もうちょっとあの難しすぎるから、これこれなんでこんなことやったかっていうとさ、これ一挙でいいのは一挙一挙で結構、これ一挙ね、一挙で、この十字絡みの時はこの下の手バーンって抜いた、この下の手がすごく嫌なの。これいつでも離せる手だから、そうやってこうなんか持ってればね、これ抜いてくるって感じじゃん。だからいつもこの手注意しておきたいの。でもこういうふうに戻ってこう来てこう、ね、持っててくれてんだけど、でもいつでも離せる手だってほら、そういうふうに思ってんの。だからこっち入った時にすぐほら持ってんの。これ こういう位置で持ってて、こういう位置じゃ取れないよ、これ彼女の手絶対これガッチリ持っちゃってるんだから、こういうふうに重なってるからもう抜けたの。これこういうふうにこうなってたら抜けないんだ、これ取れないんだよ絶対に、この手って。だからこういうふうに重ねることをね、そして抜くで抜いたでしょ。そしたらこの手パッていかないで腰が回ったの。ほらこっちがここへのがこっち来たの。そしたらこう感じた。特にやってほしいんだよね。でもできないからさ、まあ少しみんなそういうの緊張して少しね。本当は一挙こうね、一挙こう一挙一挙こうね、こっちやる。それからやるんだけどさ、あの十字からねちょっとやってみたんだけど、まあそれがミソだからね、あの形をこうやってやる、こっから抜いてやってやるんじゃなくて、自分が入ったから抜けた、入ったから抜けたの、だから抜けたの、こうやって抜けたの、こうやったら抜けないんだから、これそういう話ね。まあいいや、じゃあ後ろ反りやろう。後ろ反りも同じなの、これこれで、ね、この手こう来て、ほらほらほら、この後ろやるときもボンってきたね、これで、この手、いやこの手が嫌だから、彼女はこの手でこう来たの。この手十字絡み持ってて、ほらこっちに来たら取れないの、この手だから、終わってきたらこの手はもうこっちへ出してるの。だからこういうあのこの手ね、この手、この後ろの手、後ろの手はこっちへ出してるの。だからこういうふうに取れた。じゃあちょっとやってみようか、後ろね、後ろもちょっとやってみましょうっていう話になったんで難しいからね、やめよう。じゃあいいよ、今度はこう来て、今後ろやったんだけど難しいからやめろって言うから、こう来たね、でボンってね、これこれでこれでボン、いや、いやだよってもう来たことで、そうすると彼女が受け身取る。足がね、あの先週土曜日さ、ボードで人が乗っかってきてさ、まあいいや、ボンってやるんだね、と彼女くんので、こう当て、ほら、見ちゃったの。これ簡単だからね、これ簡単な技ほど難しいよコネコネしてんのはすごい簡単、でもこういうのすごい難しい、こう、ね、じゃあこれやってみようか、こうやってきて、いつも注意してるのこの足、この手ね、いつも自分が気がついてるってことが大事なのね。何にもしなくていいけど気がついてるので、ボーンって来てこう見てるとね、そしてここね、そういうことね。じゃあやってみましょう、どうぞ。後ろ通りってこう初めからこうやって見せてる人、カン持たれたらやられちゃうんだからね、こう蹴られて終わり、あ持たれたら終わり、死んじゃったの。持たせないってのは、持たせないために後ろ通りの稽古しろって言われたのね、昔。そういう話だからね。だから、こうやって見せてるんだけど、やらなきゃからね。だから やらないように、ここではやらないようにって言ったから、必ずこう、
後ろ嫌だよ、こうね当て向いて嫌だから回ってきた、回ってきたところを何かやる、こうやってで、この交差取りだからいろんなことができるの、こっからこうやって100発みたいね、後ろ取りじゃなくこう、これがあるからこう回ってきたんだけど、これがあんまり強く主張しないでこうやって入ってくればなるし、こうね、こうと白くなるってもできるし、交差取りだからいろいろこう入るね、こうねできるよね。あとこうやって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 火の落としとかさ、あと交差取りこうね、何でもできるの。あとさ、あとはこっちからこうこうやって入ってね、こうそんないいやつそれあいつあってこうやって押し投げとかさ、あとこうやって入ってさ進み落とし、あーなんだっけ愛情筋こうやってね、こうやって足すくってくるとかね、いろんなことできるの。でそういういろんな技のスタイルあるんだけど、要はいろんな形で教えてるんだけど、こういろいろ手の使い方をいろいろ、足の使い方もいろいろ、体の使い方もいろいろで、要は相手と自分とか自分が自由、そしてなんていうのかな、相手が勝手に倒れる、そういうのを目指してほしいのね。なんか技があるから相手が倒れるんじゃなくて、自分と相手がいるからこう倒れる、そういう、まあ、ちょっとお誘いいろいろやってみましょう、ね、こう四方投げでもいい、地味投げでもいい、手返しでもいい、あと何があった、何でもいいや、あこうやって入ってきてもいいや、ね、それからね、いろいろあるよね、いろいろこう入ってきてもいい、それからこうに入ってきてもいい、一挙の形でこうね、こうに入ってきてもいいよね、こっちから来れば四方投げの形、こっち来れば、から来れば一挙の形で、こう後ろに来れば入り投げの形で、いろいろできるからね、あの交差取りだから、交差取りほっとけば彼女は腰を回して動かないと、だから来たらすぐになんか線外して後ろからそういう話ね。じゃあ交差取りで少しいろいろ自由に、この片手取りね、片手でこっち、うん、こうやってあーってこうやってガッとね、なんか見てたら来たこうやって持たれちゃった、そういう感じ、まあ出会いとしてはそういう感じで、こうやって待ってたらボカッとしちゃう、ボカッと、だから触った瞬間になんかやる、こうやって触った瞬間こうやってなんか触った瞬間やる、ね、触った瞬間、触った瞬間今来ちゃったけど、まあ、触った瞬間やっつけちゃうね、やっつけちゃうってのは良くないんだけどね、あのでもそういう気持ちでやってるの、でもやっ壊しちゃったら怖いんですけどね、あの結構怖いから壊さないように気にしない練習なの、気にしない、捨てちゃう、邪魔だなと思ったら捨てちゃうの、邪魔し、彼女とか僕相手に対して邪魔したら邪魔なことをなんかやってる、邪魔だから、こう来ても邪魔、ほら邪魔したいんじゃない、動きをこう止めたいわけ、こう抜かれてちゃったら嫌だから止めたいわけ、でもこうほら抜けてたよって顔見たいわけ、だから一瞬合わせてるのね、こういうこうやって合わせてる、ほら合わせてる、これ反発してこうにしてるのにこうやって出してないよね、こう来てんだからどうぞ、あっち来たいんですか、どうぞって転換と同じように、そして足が自由でこうやってやってって感じ、ね、でこれもいろいろできるからこうね、こうやってやったり、いらなかったら捨てて入ってくるとか、こうやって入ってくるとかね、こうやってこうやってやってやるとか、いろいろできるの、こう練習方法としてはいろいろあるの、こうやってね、これね、だから片手取りで今度は切ってもいいし、切ると簡単なんだけど、こっちの手に持ち替えてね、こっちの手からこっちの手に、それでこういろいろできるよね、今つけた
立て持ちでやってみましょう。こういう片手持ち、これ想定としては刃物をこうやって抜きに来たのをこうやって押さえて、わかり抜けて動かないようにする、こういう感じ。そこを彼女が自由で、ああそうそうそう、そういうふうにやってこうやってやられたら、やられちゃったって話ね。じゃあそういうのでやってみましょう。どうぞ。